このバイオニックコマンドはね、日本ではトップシークレットっていうタイトルなんでね、全然違うんですよね。外国版はバイオニックコマンドって言いますけど、日本版はトップシークレットですね。で、ファミコン版がね、これね、移植されてましてね、ファミコン版はヒットラーの復活っていうタイトルなんですね。これね。でも全然ね、ファミコン版はもう全く別のゲームになっちゃってますけどね。まあ、システムは同じなんで。これ一発で死ぬんですよね。これワイヤーでね、移動してね、敵と戦うゲームなんです。ああ、死んじゃったわ。これジャンプできないので、代わりにこうワイヤー使って移動するんですよ。そういうゲームですね。あれ？落ちた。落ちちゃったな、おい。穴に。ちょっと待って。うわ、難しいな、これ。そう、ジャンプできないからな。うわ、死んだ。うわ。ちょっと待って、もう一回、もう一回やらせて、もう一回。ちょ。コンティニューで。うわ、蜂にやられてるし、もう。情けないな、これ。壊すんですね。おお。あらあら。これ上登らなあかんねんな。あ、もうちょっとこっちか。よし。硬いな、こいつら。うわ。一面でこの難易度ですからね。あれ、まだ？まだなんかやらなあかんことあるんか。死に方が情けなすぎる、これ。こっちから行くのかな。あらあら、ちょっと待って、ちょっと待って、せめて1面ぐらいクリアさせてよ。これでステージ1クリア、やっとクリアですよ。あ、出た、この曲。これあれですよね、ファミコン版のヒットラーの復活の一面と同じ曲ですね。神曲ですよ。上に打てないよね、これね。まあ、ヒットラーの復活も確か上に打てなかったと思うけど。あ、なんか、ゲットオーバー。アートが手に入りましたね、コレクション要素ね。武器、武器、マシンガンかな。あれ、壊せない。ああ、くそ、落としちゃった、下に。うわ、あ、今死んだかと思ったけど。情けないわ。うわ、ここで生き返った方がいいな、まだ。うわ、もう下に落とされて、落とされるしさ、せっかく上まで進んでもさ。ああ、なるべく上にね、上でこれ、
上に登っていくゲームな。うわ。あ、終わった。難しいわ、これ。はい。じゃあ終わりにします、これはね。